桃園都市運2000型電車は2017年から台湾の東園早運で運行されている直流電車で桃都市では東園機場早運の直達車として運用されている台湾の早運では初の優等列車用車両交通部高速鉄路工程局が11編成55両を川崎重工業に発注し第1編成は2011年9月に 東園市大園区の青保気象へ納入された。車体色の紫は台湾の固有種である瑠璃町をモチーフにしている。床面高さは1 1 3 3トル、客室内天井高さは2 0 5 0トル。車両は5両編成で編成長は約1 0 2ル。車体や機器構成などの基本設計は同線で普通車として運用されている線型と共通。 戦闘車運転室窓周りから路線色かつ種別色の紫帯が側面に向かって伸びている。旅客案内上文字帰達者は紫で統一され、普通車の青と明確に区別している。連結機はすべてドイツホイト車線で、両戦闘車はシャルフェンベルク式連結機、中間部は繁栄旧式。未生線となった前身の中小機場早うを受け継いで、 究曲線や急勾配の多い機乗線の線形に対応するため全車両電動車となっている。台北都市運や高尾都市運と同じく標準機、第3機乗方式の車両が採用された。4両の旅客車と1両の荷物車で構成され、客室には1両あたり、両側3カ所、荷物車には両側5カ所にクノールブレムゼ3カのイフ車線、プラグドアがある。 営業最高速度は時速 100km で、起動加速度は1000型と同じく秒速 1.1mS だが時速 90km 到達は1000型より1.5秒、早い29.5秒となっている。主電動機は一軸一機あたり 185kW。山花駅、林口駅を走行する直達車。座席は全車固定クロスシートで、 シートピッチは 800mm と国内外の同種の列車に比べて狭くなっている。製造は国内のカイたか機械設計工業が担当した。白ア座は濃い紫で明確化され、角座席には読書等と衣類をかけるフックが備えられている。大衆場や運法により飲食が禁止されているにも、かかわらず背面にドリンクホルダー付きの折りたたみテーブル。 総下部に固定テーブルが設置されているが、使用策定、発注時に運営母体が決まっていなかったための名残であり、校舎は開業後にスマートフォンなどのワイヤレス充電器として流用されている。これに加えて2019年8月末より時期達者11、編成の座席は、アームレスト部192箇所に USB ポートが増設され、 普通車20編成を合わせて全旅客車両の照明が LED 式に順次換装された。台湾東園国際空港利用客を考慮し、大型のスーツケースなどを置ける荷物棚や床面の荷物置き場が設置されている。側面層下部の帯部分には補助防止の観点からホームドア越しでも見えやすいようにエクスプレス時期達車と大きい文字で表記されている。また、 開業直後に台湾で初の事例となる社内自動体外式所再動機がある各の1両目と4両目に増設されている。台北型5号車は台北車端でのインタウン、チェックイン時で集められた航空旅客の受託手荷物専用車で 1550mm1500mm1050mm、mm、のコンテナを最多で13個格納でき、 左右両側に5つずつのドアがあり、90秒でコンテナの出し入れができるように設計されている。サンリオラッピング列車台湾メーカーの鉄白模型より、会力車が宝富より、台湾国内限定でプラレールがそれぞれ販売されている。ありがとうございます。